昼間は隠れていた井上雄彦も夕方閉館の1時間前くらいには体育館でのゲームに飛び入り参加して読者と一緒にコートを走った。1億冊への感謝がきっかけで始まったこの企画は、新聞広告、記念サイト、そしてこの3日間を通して感謝だけではない何かを井上雄彦の中に残した。まあ、バガボンドでこう疲弊した部分っていうのはまあ確かにあって、それはやっぱりあのなんていうか、自分のそのものすごい向上意欲というか、あのなんか突き詰めるようななんか、まあちょっと修行のような部分がすごくあったんですよね。バガボンド書いてる過程っていうのは、まあ、あのあるんですよ。それであのそうやって疲弊していった時にこう、これをやって気づいたのは、あのイベントやって気づいたのは、まあ、そのスラムダンクの時はあの別に自分が人とつながりたいとか思ってたわけじゃないんですけど、伝えたい気持ちはとにかくあったんですよね。それがどんどんやっていくうちにこう、なんていうんだろう、向上心だけになってたような部分もあるんじゃないのかなっていうようなことに気づき、イベントをやったことでこう初めて自覚したというか、こう人に見てもらうというか、そう、伝える相手がいて書くのか、自分の中でなんていうの、自分を高めるものとして書くのかっていう、なんかそういう違いに気がついたんじゃないかな。後日、井上雄彦はこんなメッセージを公表した。